アリウムアンペラプロサムはネギ属の一種である。この野生種は英語ではワイルドリーキまたはブロードリーフワイルドリーキと通常を呼ばれている。自生地域は南ヨーロッパから西アジアであるがその他多くの場所で栽培され多くの国々で帰化している。アリウムアンペラプロサムはポルトガルからエジプト、ルーマニアまで黒海、アドリア海、 地中海に接するすべての国々の原産と考えられている。ロシア及びウクライナではクリミア半島を除いて侵入種とみなされる。また、エチオピア、ウズベキスタン、イラン、イラクにも自生している。イギリス、アイルランド、チェコ共和国、バルト三国、アゾレス諸島、マデーラ諸島、カナリア諸島、アルメニア、アゼルバイジャン、パキスタン、中国、オーストラリア、 メキシコ、ドミニカ共和国、プエルトリコ、ハイチ、アメリカ合衆国、ガラパゴス諸島、アルゼンチンに帰化していると考えられている。本種がヨークタウン・オニオンと呼ばれているバージニア州海岸地域ではヨーク軍の法律によって保護されている。本種は戦死時代の民族によってクレートブリテン島に持ち込まれたようだ。生息地域はイングランド南西部及び ウェールズの海岸近くの岩がちな場所である。アリウムアンペラプロサムは5つの栽培野菜、すなわチリーキ、ジャンボニンニク、パールオニオン、クラト、ペルシャリーキに分化してきた。野生の集団は直径最大3センチメートルの球根をつける。家系の断面図は丸く、高さはそれぞれが最大180センチメートルで500個もの花からなる3型花樹をつける。 花は壺型で、直径最大6ト、mm、ル、可比片は白、ピンク、または赤色役脇、または紫色花粉は黄色である。アリウムアンペラプロサムはいくつかの野菜を包含する。そのうち最も重要なものとして、以下の野菜がある。ありがとうございます。